ヨークタウン型航空母艦のネームシップ、ヨークタウン。見捨てられた。あの子たちのせいではないけれど、私にはもうあの暗闇から光に手を差し伸べる勇気がないわ。指揮官様、あなたも私からいなくなるの？それとも、こんな私の手を引いてくださるのかしら。私は、ヨークタウン型航空母艦のネームシップ、ヨークタウン。名前は、かのユニオン独立戦争でのヨークタウン包囲戦から来ているわ。中立？あれは、戦いを交える前のマナーに過ぎないわ。指揮官様、ごきげんよう。問題があれば、私にお任せください。私のことを覚えなくても。この子、私に懐いているわ。でも、私なんか、この子を飼ってもいいの？指揮官様、42と24。くれぐれも間違えないようにね。お時間があれば妹たちと過ごした方が。私なんてどうだっていいわ。指揮官様、何があったの？こんな私にあなたの印を刻む覚悟があるというの？新たに通達されたミッションの資料は片付いたわ。ミッションボーナスが届いたわ。ご確認ください。この子がメールを持ってきたわ。ご確認ください。お怪我がなくて、よかった。どうしたの？イーグルちゃん。なるほど。委託チームが戻ってきたの？指揮官様、迎えに行きましょう。ありがとう。光を見出そう。勝利が平和をもたらすというのなら、私は、先に撤退してください、指揮官様。自由のために。光は、まだ遠く。やっぱり、指揮官様も、いつか私から。指揮官様とは、上司と部下の関係でいてほしくて。はい、私のことを構わずに、私。指揮官様、変なお人。もう悲しい物別れをしたくないというのに、私の心に踏み込んで。指揮官様を信じていいの？いえ、今度こそ自分を信じていいの？信じて、みたい。はい、指揮官様のこと、そして、今の自分を信じている。闇の後に来る光。私、ついに見つけたと思う。かつて闇に落ちた私に、指揮官様が光を与え、救いの手を差し伸べて、私を引き上げてくれた。だから、今度は私が、ヨークタウン。この名が背負った自由と平和をあなたに。喋り方が変わっただけでは大人とは言えないわ。久しぶりに集まったね。エンタープライズ、羽ばたけ。指揮官様は甘えん坊がお好き？